はいはい、じゃあ今日も楽しくやっていきましょう ね、 ね。あ、そう、question one。聞くことか、聞くことね。だから、How have you been? Yeah. How you,、where have you been around the world? What is the most memorable experience? はい、忘れられない経験で、ホームステイの話しようか。Okay. And horrible food or difficult situation?ホラブルフードはいらない。ない、うん、で、ディフィカルトシチュエーションじゃなくて、何にしようかな。What did you get? みたいな。In, what did you get to、study abroad in Canada? Okay, what did you study? What did you learn? Learn? What did you learn from your stay in Canada? カナダで何勉強して学んだかみたいな。で、極力マイクの前で喋ってください。はい。はい。はい、じゃあ、行きましょうか。では、始めます。お願いします。時間に。はい、始めます。Hi guys, this is Chaz. How are you doing?、here we have Watanabe-san. はい、皆様こんにちは。はい、ではリビングリッシュ始めていきましょう。リビングリッシュとは、住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール、大阪イングリッシュハウスの代表、私、渡辺秀和と Chaz。はい、が今回からアシスタントしてもらってます。お届けします。よろしくお願いします。チャズ君はね、あの今、日本語勉強中で、1年ぐらい勉強 してる感じかな。だからよくわかるよね。あ、よく。わかんない。早すぎる。さっき、日本語が早すぎるって怒られた。はい。ロンドン、イギリスはロンドンから、はい、来てもらってます。はい。ではですね、今回も、国際化に不可欠な英会話を気軽に楽しく、ちょっとでも興味を持ってもらえたらなと。そしてですね、あのチャズ君のネイティブな英語のリスニング練習もしながら聞いて楽しんでください。ということで早速ゲスト、はい、はい、じゃあ船越さんからご紹介お願いします。はい、はい、I'm Takeru Funakoshi. Last week I went to the beach. I heard the music that was Southern All Stars. I felt that my summer is coming. Now, I will introduce you today's guest. He is hard worker because he always study. He is a star of KC staff. His name is teacher Izutani. Hi, Izutani 先生。先生なんですか？はい。じゃあ、Izutani さんもぜひ自己紹介、英語で。はい。はい。はい。My name is Gaku Izutani. I'm 24 years old. I like creating a video. Thank you. ビデオ作るの好きなの？そうですね。まあ、ちょっとハマってますね。編集とか？はい。って言ってよ。マジで？あ、まだ、はい、まあ、最近始めたところですけども、また後で。あ、かしこまりました。How was their introduce? I really liked it. Good English. Good? Yeah. 褒めてくれてます。I like this phrase. Oh, my summer is coming. Oh, my summer is coming. これってなんか歌のあれなんですか？いや、サザンオールスターズの関係ですか？いや。そこまで詳しくなくて。あれサザンオールスターズに行ってきたんですか？いやいや、ビーチに行くのにサザンをかけて、あ、そういう意味なんか。行くと、あ、夏やなみたいな感じ。そういう感じなの、ね、ベタなあれですけど。なるほど、なるほど。はい、やっぱそういう曲名があって、それでノリノリやったんかなっていう。ノリノリは。はい。わかりました。はい、じゃあ今日も始めていきましょう。はい、ジャズ君から英語で質問があるので、はいはい、英語でもいいし日本語でもいいし、その他タガログ語
ビサヤ語、これフィリピンの言葉なんだけどね、それでもいいし、はい、はい、答えてください。はい、はい、じゃあジャズ子お願いします。So, where have you been around the world? はい、Where have you been around the world? で、世界どこに行ってきたことがありますかっていう質問です。はい、はい、私はカナダと、はい、まあ、旅行でグアムに、はい、はい、アメリカやね、グアム。そうですね。日本人ばっかですけど。なるほど、はい、カナダはどちらに？カナダはトロントに行ってきました。はい、どれぐらい？あ、3週間ですね。なかなか長期やね。そうですね。長期。留学って。留学ですね。ああ、いいですね、はい。留学、学校の留学で。そうですね。語学留学で。素晴らしい。はい、行ってきました。いいな。いい学校やね。どこの学校ですか？大阪の経済大学っていうところで。でそこで3週間プログラム。そうですね。ああ、いいね。ちょっと思い切って行ってみました。行ってみました。はい。なるほど。どうだったの？留学は。いやー、でもこう忘れられない経験というか、うん、やっぱりこう学生の時に。ああ、だ。今から聞こう。あ、ちょっと待って。早とち。まだフライングしたからね。はい。じゃあチャズ君。Keep next one. Yeah, next question. What was the most memorable experience of this trip? はい。メモラブルエクスペリエンスで、はい、こう忘れられない経験で、はいはい、そうですね、そのカナダのホームステイしてたんですけども、うん、その留学先の、あ、ホームステイ先のお父さんが結構、うん、こう仲良くしてくださったというか、うん、はい、カナダ人だったの？フィリピン人でしたね。フィリピン人のお宅にホームステイ、はい、カナダでフィリピン人のお宅にホームステイをする、はい、よくわからんね。わかるか。通貨体やね。今移民の国やから、ね、はい。なるほど。あのホームステイ楽しかったですか？あ、楽しかったですね、はい。フィリピンやったら食事もそういうフィリピンの。そうですね。あのフィリピンなんでこうタイ米とか、うんうん、こうアジア系の食事も多かったですね。フィリピンどことか聞いてなかった。あ、それはちょっと聞いてないですけど。うん、なるほど。フィリピンもね、もう島がもう何千もあって、うん、その場所によって違うとか、はい、で結構言葉が違うよね、うん、フィリピンってその場所によって、そうですね、まあ、よくね聞くのはタガログ語って聞くけど、うん、あれは首都のマニラらへんしか通じへんというか、うん、はいはい、知らないというか、で下の方を降りてセブとか行くとビサヤ語っていう言葉になって、うん、でビサヤの人はビサヤ語喋ってる人はマニラのそのタガログテレビとかで見てるから何を言ってるか分かるけど喋れないみたいな、うんうん、そんな感じらしい。そうですね、はい、だからまあ彼らが、ね、何語で喋ってたかでどこ出身っていうか分かるんじゃないかな。なるほど、なるほど、うん、なるほど。でどんなホストファミリーだったの？まあ、そのさっきのお話でもあったんですけど、そのやっぱなまってまして、英語が、うん、全然聞き取れなかったですよね。お父さんもそうですし、フィリピンなまりだと思うんですけど、うんうん、もう全然聞き取れなくて、最初に触れたその外国人がそのカナダでホームステイ先のお父さんやったので、これはちょっと厳しい3週間やな。何言ってるか分からんぞ、はい、へえ、そうなんだ。でその家族構成みたいなの？家族構成は、お父さんお母さんと、僕より2つ上くらいのお姉ちゃんと、当時中学生くらいの妹さんと。あ、すごいじゃん、はい、女の子ばっかり。女の子2人でしたね。それはそれは楽しかったでしょうに。ね、そうね。そうかそうか、いいですね。なかなか楽しそうやった。そうですね。でどういうことやってたの？まあ、あの学校に通いながら、うん、結構中国系の留学生が多かったので、うん、中国人とかタイ人の、うんうん、同い年くらいの年代の子らと交流したりとか、うん、まあ、スポーツしたりとか。なるほど、まあ、語学学校行くとね、うん、そういう違う第三国から来た人らとしか仲良くなる、はい、そうですね。え、日本人はいなかったの？あんまり。あ、日本人もいましたね、東京の大学の子らとか。別の大学からも同じプログラムで。あ、そうですね。あ、そうなんだ。へえ、そうかそうか。へえ、なるほど、面白い。はい、じゃあチャズ君なんか続けて。 OKWhat did you learn from your stay in Canada? 何を学んだのって。カナダで何を学んだんだって聞いてますけど。何を学んだか、そうですね、こうやっぱりトライしてみるというか、うん、こう
まあ、日本にいたらこうついまあいっかってなっちゃいがちなんですけど、せっかくの機会っていうのもありましたし、まあ、環境がね変わるからね、はいはい、うん、でまた次いつ来れるか分かれへんっていう条件があったりとか、そうなんだ、やってみよう。そうですね、なんかごっつい失敗したことがないの？ごっつい失敗したこと、うん、まあそうですね、その、まあ、日本にいたら街中の人に喋りかけるとかはあまりないですけど、うん、まあ、向こうでやったのでちょっと喋ってみようかなっていうことで、うん、っていうかめっちゃ喋りかけられるやん。あ、まあかけられるんですけど、うるさいぐらいまたみたいな、はい、同じことばっかり喋る勉強しに来たのみたいなばっかりやん、はいはいはい、そうですそうなんだ、はい、へえ。でなんて話しかけたの、街の人に。いや、だとりあえず道聞いたりとか何喋っていいか分からなかったんで、困ってるだけやん。そうそう、話しかけるというか困ってますみたいな、何喋っていいか分からなかったんで、うん、道聞いたりとか、うん、こうなんかショッピング行った時に何買ったいか聞いたりとか、うん、何買った知らんわちょっと好きなもん買えなんですけどあ、そう、はい、だよくね、まあ、カナダ、まあ、北米とかそうなんだけど、まあ、街でなんかちょっと会う、バスの中で会うとか、うん、エレベーターとかで中で会うたりとかしたら、やたらこう T シャツを呼んでくるおばちゃんとか、はいはい、ね、いますね、話のきっかけとか、ね、はい、ね、あれほんま呼ばんといてほしい、ね、やめてで、日本人って自分が着てる T シャツなんて書いてあるかっていう認識がないから、何を言われてるか分からへんね。最初なんかすごい読まれてて、で全然俺のことを言ってるっていう意識認識がないんだけど、エレベーターで2人やし絶対おばちゃん俺に言うてんなと思って、うん、でもまあ愛想笑いしながらこうやってやってて、でその何日か後ぐらいに洗濯して干したら、ああこれ言われるやつやんみたいなあれはちょっと驚いたけどね、うん、そういうのは結構あるね、うん、ね、そうですね、うん、難しいね、難しい、なかなか異文化に触れるって、はい、ね、本当に、いやいやいや、そうか、いやでも何ホストのお姉さん、妹さんは可愛かったの？あ、そうですね、結構シュッとしてて、うんうん、可愛かったですね。なるほど、はい、なんかアプローチしなかったアプローチいやでも結構彼氏さんとか遊びに来てましたね、うん、あ、そうだ、ね、はい、あ、そういうオープンな感じ、オープンでしたね、すごい。なるほどなるほど、なんか話によるとホストファザーとえらいオープンな、はい、そうですね、うん、仲良くなるという、まあ、その延長なのか分かんないですけど、うんうん、結構体の接触とかもありましたし、あ、ボディタッチ、ボディタッチいや、なんかアンケートにもなんかね、はい、書いてあるね、えらい仲良くなってみたいな、はい、そうなんだ、そうですね、その外一緒に歩いてる時とかも腕組まれたりとか、マジで多分キーやったんじゃん、キーやねえ、あの学校狙われてたんですよ、かもしれないですね、ねえ、結構料理とかも振る舞ってくれましたし、マジでいいじゃんいいじゃん、まだ連絡とか取ってんの？あ、まあちょくちょくなんか Facebook とかでやり取りしたりとか、あ、Facebook があるから、ね、はい、ね、まあはい、なんかプレゼントとかも、そうですねパジャマとかプレゼントで、クリスマスプレゼントで絶対キーやる、送ってくれたりとか、ホストファーザー絶対キーやる、バターを入れとか言ってない？あ、言ってますねそれキーやるねなるほど、はい、そうか、面白いな、いやいや、フィリピン家庭、カナダのフィリピン家庭、そうですね、ね、聞きたいけど、まあまあ、でも今日はねちょっとお仕事してもらわなあかんから、あの告知をよろしくお願いします、はい、あ、よろしくお願いします、はい、よいしょ、KEC の無料セミナー、あ、私社員研修部門といいまして、はい、社会人の方の研修を担当させてもらってるんですけども、はい、来月無料のセミナーがありまして、はい、タイトルが西郷隆盛から学ぶ人を引きつけるリーダーシップ、後ろにデカデカとやってるな、そうですね、そうですそうです。なんでスクリーンショットの後ろにこういっぱいやってるやつやね。そうです、上の広告ですね。はい、はい、これは来月の9月21日にありまして、うん、まあ、NHK とかでもやってたと思うんですけども、セゴドンですね。やってるセゴドン、はい、はい、その西郷隆盛の生き様からそのリーダーシップについて学ぶということで、なるほど、はい、スティーブン・コビー博士の7つの習慣のちょっと要素とも、はいはいはい、ハーベストなんじゃね、はい、そうです、ね、うん、とも絡めながら日本的リーダーシップとはっていうところの素晴らしい学びをしていただけたらなと思いますので、はい、わかりました、はい、
じゃあ詳しくはホームページかな。詳しくはホームページからお申し込みいただけたらなと思います。はい、はい、分かりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあ最後ジェズ君かっこよく英語で締めてくださいよ。英語で、Well, glad to have the boys from KEC and again thank you to Watanabe-san. See you later. はい、バイバイ。